ドレイクに乗ってこの角度でオープニングを撮ろうとすると背が足りなくて若干目線が下になる。はい、皆さんこんばんは、大塩でございます。アークザセンターやっていきましょう。さてね、今回はね、リベンジ。リベンジって何のことだよって話なんだけど、あのチャンピオンシリーズってやつが実はアヌナキジェネシスにはいて、まあどうなんだろう、アルファーシュと同等か、まあそれ以上の能力を持ってるシリーズだと思うんだよ。でそれが確かブロントとケツァールとあと1種類しかいないんだよね。あと1種類忘れちゃったんだけど、まあそのシリーズがいるんですよ、そのチャンピオンシリーズで。昔チャンピオンケツァールコアトルスってやつをテイムしようとして失敗したんですよ。これ動画も残ってるんだけど、まあその時はねドレイクもいなかったし、そのブリーディングしたようなね強力なポイズンプテラノドンもいなかったから、まああの野生産のプテラでチクチク続いてたんだけど、まあ殺しちゃったんだよね、うん、そのまんま、そのままテイムしきれないで殺しちゃったんだよ、うん。で今回はまあドレイクも増えたことだし、ちょっとそいつをリベンジしようかなと。でそいつが実はねこの辺りにいるんだけど、さっきから探してんだけどなんか全然見っかねえんだよ。どこ行っちゃったんだろうあいつ。いやあのね、ちょっと待って、座標を確認したんだけどこの辺りにいるはずなんだよ。であのちょっとね、前の動画見たことある人だったら分かると思うんだけど、チャンピオンケツアルコアトルスめちゃめちゃ速いんだよ、うん、ケツアルコアトルスなのに。プテラノドンがギリギリ追いつけないぐらいのレベルの速さなんだよ。信じられる？ケツアルコアトルスだよ。ケツアルコアトルスでそれなんだよ。だからテイムできなかったんだよ前は。プテラノドンが追いつけなくて、だからその多分気絶値の回復も相当早いんだろうね。だから気絶値が溜まりきる前にそのまま突き殺しちゃったっていうのが、まあ昔のあのチャンピオンケツアルコアトルスの動画。ただ今回はそいつにリベンジする、うん。つまりこれ、つまり最初に言ったリベンジっていうのはそういう話ですよ。はい。でこの辺りにいたはずなんだけど、どこ行っちゃったんだろう。いた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 、あいつだあいつだ、ほらチャンピオンケツアルコアトルス。前見た時よりはなんか色が本当に普通のケツアルコアトルスっぽいんだけど、一応チャンピオンってなってるでしょ。で見てほしいのはこいつの目よ、目。ほら真っ白でしょ。ワーデンっていたじゃん、あのスモーとかさ、ああいうなんだっけカルキノスとか、あとなんだっけあいつ、グナソールだっけ、だそいつらと同じような目をしてるんだよ。それだけでもなんかボスの風化があるでしょ。で今これそんなになんか早いのって感じがしてるけど、これはね驚く流れ、めっちゃ早いから見てね。はい、来た。わかるこれ、ほら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 、めっちゃ早いでしょ、めっちゃ早いでしょ。これなんですよ、これが前テイムできなかったその理由。追いつけなかった。俺は昔の俺は追いつけなかった、だが今は追いつける。今度はどうなるかな。うーわ、そう前もねこんな感じでさ森の中に逃げ込まれてさ見失ったんだよね。なんかあいつ意外とねなんか高度下げるんだよ、実を言うと。できればこの辺りの岩とかにね引っかかってくれねえかなって思うんだけど、ちょっとどうかな。これで火力伸びてるな、577当たってる。多分飛行生物のあれなんだっけ、ヘッドショット判定みたいになっちゃってるな。やべ、ドレイクでもやっぱ追いつけねえか。てかまあドレイクの速度がプテラノドンより遅いもんね、確か。一応速度的には今どのぐらい溜まってるんだろう。気絶値の減りがわからないからさ、前ね情報として見れれば。来た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 、黄金タイム、ゴールデンタイム来た、ゴールデンタイム。あ、終わった終わったわ。ちょっとスタミナねえし、あれ気をつけないとこれ水の中落ちるな。そういえばちょっと今俺無尽蔵になんかブレス入ってるけど、でもなぁ、気絶値の減りとかがいまいちわからない以上調整できないよね、どのぐらいで行くだろうっていう。いやまあ少なくとも5秒おきぐらいに吐いてりゃなんとかなると思うんだけど、一応アルファーシュ、過去にアルファーシュをテイムした時のような感じの感覚で俺は今やってる感じ。どういう風になってるかはちょっとわからんけども、頭にぶち当てるときついか。うわ800出ちゃった。あ、来た、ゴールデンタイム来た、あ、ゴールデンタイム来た、終わった。うわあ、やべ、1700出ちゃった。なんだ1700って、そんな出る火力。この追いつけない間にさ気絶値なくなってるとかってないよね、さすがに。そこまでないよな、鬼畜じゃないでしょそこまで。いやこれ絶対アルファーシュ並みだよね、これ気絶値。どのぐらいあったっけかな。いや前のプテラノドンのさあれ時のやつ見ときゃよかったな、どのぐらいあるのか。
結構調子いい時とか 3,4 発当ててんのになんで寝れんのこいつ。こんなにだからこの辺は水場が多いからな、ちょっと怖いな、どうなる か。その森あたりで寝てくれると。くそー、なんでケツアルコートラスなのにこんな早いんだよ。あいつどんな翼してんだよ。あいつ翼の中にどんな筋肉詰まってんだこいつ。これ多分人間になったらさ、めっちゃくちゃマッチョだろうね。多分あのバキみたいな感じになってんじゃない、うん、あのオリバさんみたいな感じになってると思う絶対。あ、来たゴールデンタイム。あ、でもダメだダメだ、やっぱ抜けちゃうねゴールデンタイム。やっぱゴールデンタイム抜けちゃうな。いやーなんか罠作ってはめようかなとも思うんだけどさ、ちょっと怖くてさ、あの鉄とかは多分破壊できないとは思うんだけれども、鉄とかの破壊は多分ないと思うけど、いやでも攻撃力尋常じゃない可能性も結構高いからさ、どうなんだろうっていう。え、こいつさ、昏睡テイムって合ってるよね。さすがになんかあの手渡しテイムとかじゃないよなこいつ。チャンピオンシリーズは手渡しテイムですよとかっていう話じゃねえよな。すげえなこれ。気絶値の減りがめちゃめちゃ早いのか、それともなんか膨大な気絶値誇ってるのか、どっちかだろうね。もしくは気絶値、なんか気絶値が溜まりづらいとか、その説もない。なんか気絶値が溜まりづらいとかいう説ないかな。いやーちょっと待って、これさ一回スピードが落ちた時に確認してみようか。これどんなもんなのか、スピードが落ちた時にどのぐらいのさ、あれ気絶値溜まってるかっていうのを確認してみよう。確かそうだね、ドレイクはそう、あのワイバーンと同じような感じで背中に乗れるから、じゃあこいつをちょっと追従にしてこれで見れればいいんだが、ドレイクさ羽ばたかないからさ、これ固定がすごいいいね。ドレイク羽ばたかないじゃん、うん、モーションがバグってるせいかもしれないんだけど、羽ばたかないせいでさ随分とねやりやすい、あのこう空中たなんか対空がすげえやりやすい。あ待った、今見えた、これ気絶値溜まってねえぞこれ。うん溜まってねえわ。え、どうすりゃいいのこれ。多分この間に回復してるってことだよね、要するに。ほら溜まってねえ、ゼロー。この間に回復してるのか。え、異常に早い。気絶値の回復が異常に早いぞこれ絶対。ちょっと待って、どうしよう。さすがにアルファ種でもこの間にさ回復しきるなんてことないぞ、あんだけ浴びせといて。ほら全然溜まってねえじゃん。は？22,165 体力、体力はそんなに、まあ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 、ある感じか。いやーちょっとこのままだと埒が開かないから、とりあえず石でいいから罠持ってこよっか。あのレアフラワーでおびき寄せて罠にはめるっていう戦法でいこう。なんで石も木も全然ねえんだよ。さーてと、ちょっと素材もあんまり余ってなかったからかなりあり合わせの装備だけど、まあケツアルコアトルスを一匹閉じ込めるだけだったらこのぐらいの規模でも大丈夫じゃないだろうか。そんなに大きさ変わってないと思うんだよ俺。いやでかくなってるだろうなと思ってたんだけど、なんか思ったよりでかくなってる印象はない。うん、だからとりあえずこんな感じでいけるんじゃないかなと。じゃあちょっと行こうか。ただチャンピオンにこれちゃんと効くかな思ったんだけど、これあれレアフラワーが効かない。ああびっくりした。効かないのマジか。ちょっと待って、この状態これでどうだ。タペアルがタペアルが巻き込まれた。え、マジか。レアフラワー効かねえのかお前。
無理だな、やっぱ。どうしようこれ本当。はまった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 、よし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 、ここでここでここ、いいいい、これ絶対はまったろ、これ絶対はまったでしょ。これでいけないかな、でもスタミナがないな。ちょっと待って、これ着地できるけどどうだ、これできるけどどうだろう。ちょっと待って、だってこの状態でさ、どんなもん、え、あ、溜まってる、絶対溜まってる、これまって、行かないで、どこにも行かないでくれ。なんだこの傷土、やばくね、ちょっと。あ、寝た、あ、やべえ、攻撃しちゃった。いや、もういいわ、行こう。大丈夫、一発だけだったら多分そんなでもないはず。もう傷だらけだし行こう。ちょっと待って、これどうやって降り、またこれどうしよう、どうやって降りよう。ちょっとドレイクをこうやって向けて、オッケー、行ったで、なんだこの傷地のヘリ。あ、おっしゃー、よっしゃー、テーブル来た、よっしゃー、うわ苦労した、めっちゃ苦労した。うわ、一撃入れちゃったのは痛いけど、でも、まあ、あれだろう、一発入れただけだったら、あ、多分下がってもそんな下がん大そんな大事なはずはないはず、多分大丈夫、そんな誤差範囲。よし、帰ろ。うわ苦労した。いや、まさかこんな大変だと思わなかった。あ、待って、これ抜けらんない、もしかして。完璧、あ、完全にはまったか、これもしかして。うわ、あ、いや抜けたな。あ、うわ、なんだ、ちょっと上ずれるだけですぐポッと抜けるじゃん。うわー、これ相当綱渡りだったんだな。お前これ400レベルだぞ、400レベルをさ、テイムするのにどんだけかかったよこれ。てか、え、ドレイクのブレス何発耐えた、あいつ。俺一瞬さ、傷土たまんねえのかと思ったよ俺。ただあれだね、多分こう、なんだろう、急速にと傷土が方でどんどん減ってたってわけじゃなさそうだから、なんだろうな、やっぱスパンがちょっと飽きすぎてたのかな、俺がブレス当てる。てか、ちょっと待って、あのさ、ドレイクについてくるケツアルコアトルスって何、ドレイクについてきてんだよこのケツアルコアトルス、嘘でしょ、やばっ。よし、ただいま、疲れた。てか罠作り損だな、何にもなんなかった。あ、そうだ。よし、じゃあこれで一回降りてもらって、よし、ちょっと片付けてサドル作ってこよう。おーし、ほんじゃ見ていきますかね。あ、てかあれだね、アイコン青なんだ、チャンピオンはみんな青いのかな、どうやってなんだ、白なのか青なのかわかんないが。で、ちょっとレベル的にね、プラットフォームサドルが作れないから、とりあえず普通のサドルで。で、ちょっと待って、ステータスをちょっと見てもらいたいんだけどさ、なんだこれ、重量12,792って、なんだこれ、なんだ、は？重量12,792はお化けすぎるだろ、何これ。スタミナも6300あるし。あれ？早いと思うんだが、あ？うん、いや待った、早いんだけど、あれなんだろう、さっきより遅くない？いや、まあ十分早いな、いや早いんだけどこれ、うん、あれ
ギガノトタイプかな。テイムしたらちょっとステータス下がるみたいな、そういうタイプか。あれは野生の時限定かな、あの瞬速は。なんかちょっと遅くない、スピード。いや、しかしこの圧倒的な重量とスタミナはもうやばいね。うん、ドレイクに追従できることがもう分かってるから、帰りの段階で。だからドレイクを使って、例えば遠方のテイム、まあ雪山なりなんなりにテイムしに行く時に、こいつを随伴させて荷物を大量に持たせるっていう使い方はできるね。うん、あのこれドレイク重量1000しかないから、いやまあ1000も十分あるんだけど、建材を大量に持ち込まなきゃいけないようなパターン、例えばその雪山でまたドレイクをテイムするぜってなった時にまた罠使ったりする可能性あるから、そういうこと考えるとまああれだね、ちょっと荷物運搬役としていいかもしれん。でプラットフォームサトルがついたら、まあ運搬用、普通に恐竜運搬用として連れていくとか、まあクライオポットがある現在ちょっとどうしようもないってのはどうしようもない気はしないでもないけど、ちょっと一つ気になるんだが、あーアルファは持てないかな。アルファアンキロ、アルファアンキロは持てないか。ただあいけるね、余裕余裕。バッダスカストロイデスとかがいけるわ。ってことは多分バッダスアンキロもいけるね、ドエリとかもいけるわ。オッケー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 、いいね。これだけだったら、これだけでも十分使えるんじゃない。だって重量1万あるんだよ。うん、最終用としても十分でしょこれ。変にアルゲンタビス連れていくよりはいいんじゃないかな。さあそうだよ、アルゲンタビスよりははるかに速いんだから、このスピードでも十分でしょ。ああ、そう考えるとやっぱあれだね、なんだろう、やっぱサポーターとしてはピカイチの性能持ってんなこいつ。というわけで今回はね、無事チャンピオンケツアルコアトルステイムできました。いやー最後一発ぶち当てちゃったのがきついけれども、まあ仕方がない。うん、本当にこいつ全然寝なかったからね。いや他のチャンピオンテイムするときめっちゃ苦労するんじゃないだろうか。てか今回400レベルでこれだったからね。うん、400レベルでこれだったからだいぶ苦戦すると思う俺。いやどうなんのかなマジ本当。あと確かブロントサウルスいるんだけど、ブロントもクソ時間かかりそうだな。まあケツアルよりは多分移動速度遅いだろうから、まあ追いつきやすいだろうから、うん、まあ、まあ実際テイムするときになってみないと分かんないけども、まあまあまあ、まあ、とりあえずいいとして。というわけでまあ今回はね、まあ無事チャンピオンケツアルコアトルステイムできましたということで、今回はここまでにいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。ではさよなら。